下にある買い物じゃない、ネイル取ったんだよね。もう今何も実目取った、ちょっと爪が弱くなってたから取った。一旦おやすみ。そんな半袖着てほしいの？着ないけど。着ないけど。エペのあ、エペちょっと今日調子よかった。センダメ超えた試合やったし、少ないけどセンダメ。チャンピオン取ったやつあった。1200ダメぐらい。ランクはまだね、あのさ振り分けマッチしてて5試合か6試合ぐらいやったで、今ルーキー3こんな感じ。誕生日の背景って今日までかな。なんかいつも確か次の日まで あったの覚えてるけど、エペあの配信したじゃん、この前1週間ぐらい前かな、1週間以上前か、1週間半ぐらい前、あれエペの配信したじゃん、それぶりにやった。前後2日間あ、じゃあ、うん、前後3日間どっち？で、2、3日、明日か明後日までってこと？もうちょいか。そこをつけようかな。さっきまでエピやってて、なんか今日ゲームしたくって。ロッテリア、久しぶりに行った。あんま行かないからな、普段。ロッテリア、サイドメニューしか基本食べたことない。ポテトとか、うん、チーズスティックとか。でもロッテリアのさあれ好きだよ、フルポテ、あれ好き、おいしい。初めてハンバーガー食べた今日、今日ねロッテリア行ってお昼に、おいしかった。あのなんかロッテリア期間限定の絶品チーズバーガーみたいになって、チーズが多分2種類入ってるやつ、白いチーズが入ってるやつだって、それにした、普通のチーズの方じゃなくて期間限定のやつ。それにした。あと期間限定なんか明太マヨみたいなやつもあった。でもなんかね、え、絶品チーズバーガーがロッテリアなんていうん、有名なんていうやつでしょ、だからそれにしようと思って、そっちのなんか機械限定のやつ、そっちにした。あ、そう、王道、初めて食べたけど美味しかった。ロッテリアね、確かに店舗少ないよね。飲み物はペプシだっけ、ロッテリアってコーラじゃないっけ、コカ・コーラじゃないっけ、ペプシだっけ、ペプシか、ペプシにした。あ、パソコンつけてる、なんかとりあえずつけてみたけど。さっきまでエピしてて、ちょっといいのかな、何試合したかな。でもね、ちょっとしかやってない、1時間ぐらいやってた、だから5試合ぐらいかな、6無理じゃない、5試合ぐらいやった。あ、すごい音がでかい、コンジット使ってない、お、びっくりした。コンジット、でまださ、あれどういうレジェンドなのか把握してないんだよね。ちょっと見ようかね、今
コンジットどういうレジェンドなのこれ。5試合ん5試合やってるわ今。あ、じゃルーキー2だ。いい感じに上がってるんじゃない。どれコンジットどこにあるん。あ、ここかサポートか。全然見つからなかった。どこかと思った。これどうやって見るんだっけ。あ、あった。スキル表示パッシブセイバースピードコンジットがコンジットちょっとイントネーションわかんないな自身の戦術アビリティの範囲外にいる仲間に向かって戦術アビリティの範囲外にいる仲間に向かって走るとスピードがブーストされる。戦術アビリティの範囲外にいる仲間に向かって走るとスピードがブースト。戦術アビリティレディアントトランスファーエディアントトランスファー窮地に陥った仲間にエネルギーを吹き込み一時的に仲間のシールドを自動回復する。うん、すごい。エネルギーん窮地に陥った一時的に仲間のシールドを自動回復。シールド回復いいね。あのライフラーはさシールドじゃなくってさ仲間の体力だからね回復させるの。敵にダメージを与え、アルティメットエネルギーバリケード、敵にダメージを与えて動きを鈍らせるジャマーの一段を展開する。敵にダメージを与えて動きを鈍らせる。あ、そういうやつだったんだ。なんかよく分かんなかったんだよねさっきやったけどそういうやつか使ってない。てかまだ買えない新しいやつ。あと4800エイペックスコインがそろそろなくなっちゃうな。100コイン使おうかな。なんかどれだっけ、なんかちょうどいいのがあったんだよね買うのに。これじゃないの、どれだっけ。ストア？なんかさ100コインぐらいのさ、あったあった、エイペックスパック。でもこれ買うの微妙。エイペックスコイン100コインでさ買うの違うのがいいか。え、かわいいレトロアーケードストア、あの新しい今売ってるスキン、え、かわいい。なんかこうなんレトロな感じのレトロゲームみたいな感じのスキン、え、めちゃかわいい。ワットソン、ワットソン、すごい。ワットソンの髪型かっこいい。ワットソンっぽくない、すごいかわいいな。ワットソン、あのネッシーいる、かわいい。このスキンかわいい。コンジットのこの今売ってるスキンかわいい。猫耳のヘッドホン、猫耳ヘッドホンつけてる。え、かわいいなこれ。買わないけど買わないけどこれかわいい買わないけどかわいいな。え、それどれにしようかな。トレジャーパックの方がいい。どっちがいい、トレジャーバッグ買った方がいいのかな。あと300コインが2週間でなくなっちゃうから買おうと思って。これじゃない、エピソード
トレジャーパックと違いと思う。これデイリー報酬どうしようかな。どっちがいいと思う？どっちがいいんだろう。わかる？どっちがいいか知ってる人いる？ FX パックそれか1個買うか、そのトレジャーパック2個開けるか、4つ開けれるか、ん ?2 個か。明日でも全部で打つか。明日2個開ければ。どうしよう、どっちがいいんだろう。エイペックスパック1個買うか。両方はね、いや買わない。リトルアーケードスター課金じゃん、それだったら買わない。やっぱ課金はしない、課金しないよ。よいしょ。FX パックにするか。シーズン限定。トルーパススターかけにと。あ、でもこれで FX パック1個手に入るから。でもレアだけど。レジェンダリーは入んないけど。こっちにしようかな。そうしよう。こっちのトレジャーパックか。いかん、いかん。これって気づいたら止まってるし、このコイン。オッケー、買った。で、エフェクトパック開ける。うん。まあ。ライフラネスじゃない。あ、でもノーマルのやつは切る。キルジのセリフ。あんま出なかった。あの。これ全部スキン、ヘムロックのスキンなんか持ってる。今こんなにこれいいや、買えなくて。なんかこうスキン持ってるのなんかないな。あ、サーティーサーティーリピーター。いや、あー、どうしよう。いや、買えなくていいや。クレーバー。あ、どうしよう、クレーバー。クレーバー買えるか、これ。買いにしよう。オフザグリッド。やっぱ分かんないけど。P20。あともないや、新しい好き。今ボルト、そう、ボルトさ、あれなんだよね、なんだっけ、クラフトだから。今は私ヘムロック好きだから、ヘムロックとボルトとか。え、プラウラーって今なんだったっけ。
今通常焼きプラウラーって違うよね、なんだっけ、プラウラー、プラウラーってまだあれケアパケ、なんだっけボルトがね今ないから何使ってたっけな、ヘムロックとネメシスとアサルト、ペララまだキャパキか全然最近見てないや、なんかそういうさ情報のやつ見てない、でもまだボルトが一番レベル高い武器のレベル25。ヘムロック最近使ってるけどレベル5だ、まだボルトが一番だね。なんとでまたやろうかな、どうしようかな、まだ今シーズンさ6試合しかやってない、私1回何やったんだろう、ランク5なんだよな、いやランクが6になってる、あれ、えでも振り分けマッチ5なんだけど、どういうこと、どういうこと、まあ、いっかだってやばい、合計キル数とデス数が一緒キルデス1、今キルデス一緒になってる、なんで一緒になってるか、なんで6になってるか分かんない、さあ振り分けマッチの表示5なのにさなんでだろうね、分かんないな、ケースぴったり1、えやっぱ前回のさランクもさ16試合しかしてない、私全然やってないじゃん前回、前回はやばい 0.5 全然やってない、17かな、いっぱいやったの、あダイヤいったやつ、ダイヤ砲これも少ない 0.58、 下手くそだ、ランクパソコン最初始めたのどっからだろう、どこのシーズンからだ、14からか、シーズンパソコンに移行したの、でも一番やってるシーズン17、いや今シーズン、そうさっき見たらさ残り101とかになってた、3ヶ月以上あるよね、3ヶ月以上、オニオンフライ美味しかったよ、でもなんかモスのとはちょっと違った、モスのはさこうリング状になってるのもそのまま揚げた感じだったけど、これもつけてえ揚げた感じだけど、なんかロッテリアのやつはなんか細かく切ったのをまとめて揚げてるみたいな感じ、なんかちょっと違う感じだった、2つモスのイメージしてたら違った、残り100月、違う、残り102、101日、101、3ヶ月ちょいぐらい、2月14日までバレンタインの日までまたやんのかな、今年もバレンタインのさなんかやってたじゃん去年、
ングじゃん。え、リングなの、リングなんだよ。リングの形にはなってるんだけど、なんかモスのやつとは違う。なんか見た目は一緒なんだけど、モスの、モスとロッテリアでも、ロッテリアはそう、なんかモスのとはちょっと違う。え、食べたことある人いない？ロッテリアのオニオンリングいない？いないのかな。いなさそう。いないな。モス、ああモス、え、どっちも美味しいんだけど、どっちかで言ったらモスの方が好きかな。どっちも好きだけど、なんか違うから。どっちかで言ったら、どっちも好きだけど。テリアね、ポテト美味しいよね。ポテト、フルポテ好き。あとチーズスティックがあるのが嬉しい。ロッテリアかマックとかさ、モスないじゃん、チーズスティック。フルポテ、なんかマックとかでもあるじゃん、こうシャカシャカフルポテト、ポテトになんかさパウダー入れて振って食べるやつ、フルポテ美味しい。モスは、モスじゃないわ。マックはさ期間限定だけどさ、なんかフルポテみたいな名前違ったよね。なんかそれ期間限定でたまに出てるけど、ロッテリアは常にあるから。日高屋のチーズ揚げも食べたい。日高屋のチーズ揚げ、そんなんあるの。じゃ今度行った時見てみようか。次いつ行くか分かんないけど、サムライマック私食べたことないね。わかんない味。ファーストキッチンの、ファーストキッチン行ったことない。行ったことない、あんまなくない？ある？あんまないイメージ。ファイマのチョコケーキがうまそう。ファイマのチョコケーキ、どういうの。わかんないや、あんまコンビニでケーキ買わない。ポテトは割とどこでも好きだな。どこのポテト、どこのポテト好み分かれるんだ。ドムドムバーガー、ドムドムバーガー聞いたことあるけど名前あんま分かんない。聞いたことないね。ベーコンエッグバーガーぜひ食べたい。どこの？ベーコンエッグバーガー美味しそう。日高屋ではいつもない。日高屋いつもっていうほど行ったことない、1回しか行ったことないんだけど日高屋。この前初めて行って、その時はあのね油そば食べた。1回しか行ったことないからじゃあもう分かんないんだけど。他のメニュー、あんま知らない。日高屋といえば許可じゃん。なわけないでしょ。みんなイメージないでしょ。だって一回しか行ったことないんだから私。しかもこの前、先月かな。先月か。先月多分初めて行った。めっちゃ最近だよ。初めて行った。
じそばもない行ったこと。なんかさ、東京とか関東のチェーンってあんま行ったことない店多いかな。多分。テリアのビールチーズスティック、あ、そのチーズスティック、あの食べたの今日。それ好きなんだよね。それだけ、それ食べるためにロッテリアが行ってた時あった。そんなしょっちゅう行ってないけど、たまに。おもてやは、おもてや、あの、あるよ、大分にも。おもてやある。でも、2回あるかなぐらい。あんまない。何食べたか覚えてないぐらい。結構前に行ったの、家族で。めっちゃ前だから覚えてないや。私が小学生か中学生か、うん、そのぐらいの時に行った記憶がある。弥生県はね、何回か行ったことある。そんなないけど、弥生県もなんか大分にもあるさ、チェーン店、全国の大分のやつもあるけど、大分にあるチェーン店は割と行ったことあるとこ多いかも。なんか関東だけのチェーン店とかあるじゃん、日高屋もだけど、そういうのは行ったことないお店が多いかな。うん、どうやじゃないな、なんだっけ、日高屋は関東だ。ロイフォは大分にもあるけど、大分のロイフォは行ったことない。東京で行ったことある。クリトンキーは大分確かあるけど行ったことない。東京で何回か。3回ぐらい、きなことかみぞおちゃんとかと行ったことあるけど、あそこのさ、いちごミルクだっけ、美味しいやつ、あれ美味しい。びっくりだけど、そう、全国ワイターもある、確か行ったことないけど、なんかあった気がする、前調べた時に。結局行ってないんだけどさ。ワイターなくて悲しいお店、食べ物屋さんなんかあるかな。これないのかみたいなやつでしょ。うん、なんだろうね。ある、わかんないな。クリドンキーは何頼んだかな。なんか毎回バラバラに頼んでくるかさ。な、初めて食べた時はなんかチーズがいっぱいかかってるやつ食べて、なんか店舗限定とかだったかも。きなこと言って、その時お互い2人とも同じの頼んでた、なんかチーズのいっぱいかかってるやつで。2回目はひなのもあるわ、一緒に。あのね、4人でさ、大阪旅行したことがあって、その時にびっくりドンキー、その時もびっくりドンキー行った気がする。ユニバーの近くの、行かなかったっけな、なんか行った記憶があるんだよね、確か。ユニバーの近く、ユニバーに来てびっくりドンキー、その時何頼んだかな、あんま覚えてないんだよね。なんか中で行ったことあって、あとはあ、なんかさ、カレーかかってるやつあるじゃん、あれも食べたことある気がする。その時多分びっくりドンキー行ったのは、なんかユニバがなんか入る時間が決まってるチケット買ってて、何時以降みたいな、その時間になってなくって、でユニバのとこ行ったんだけど入れないじゃん。でご飯屋さんがあんまなくて、そこらへん、なんかそういうチェーン店のやつしか確かあったかな、なんかお寿司とか、なんかそういう感じのばっかで
でびっくりドンキ行くってなって行った気がするんだよね。違ったかな、何も覚えてない覚えてない。た確か今の中ではなんかいろいろ食べたよ進撃の巨人のなんかセットのやつ食べたり、あとはあのマリオのなんかスイーツ、可愛いやつ、帽子の形のとか、あとチュロスとかなんかいろいろ食べた。いやね、確かなかったんだよね、ユニバの近く。ユニバのさ、あの入り口の周りもさ、ご飯屋さんあるんだけど、あるじゃん。あんまなかった気がする、なんか大阪って感じのお店が確かなんかたこ焼きとかさ、そういうのがなかった気がする。でもね、その大阪旅行行った時、その日じゃない日にたこ焼き屋さんとかは行ったよ。たこ焼き食べたいって言ってカイユカはね、行ったことないね。その時も行ってない。その時はもうユニバメインで行ったから、ユニバ行ってで、あと2泊3日ぐらいで行ったのかな。ちょっとあんま覚えてない。1泊2日だっけ。でもユニバ2日間行った気がする。2泊3日かな、じゃあ確かで、なんかその帰り3日目、その最終日になんかたこ焼き食べたりとか、お土産買ったり、あとカニ道楽行ったねあのみそちゃんとひなくんがカニ道楽好きなのよ、その二人が。だからカニ道楽行こうってなって行った、初めて行った。あの二人が好きなのよね。美味しいね、カニ道楽。そう、その二人が言っててカニドラク行った気がする。カニドラク行きたいって言って、違ったかな。チーズケーキはね買ってない。ニクロイさん、あの有名なチーズケーキ買ってないよ。でも肉まん買って帰った、午後1の。つぼらや、何それ、何それ。クロエさんのチーズケーキ美味しいけどね、私そこにさ入ってるレーズン苦手なんだよね。チーズケーキ自体はめっちゃ美味しい、でもレーズン苦手。私レーズンダメなのよレーズン苦手だね。ここ一応大田にあった、まあ嬉しいけど、でもあれってさ大阪にあるからいいんじゃないか。大阪だけだっけ、だよね、え違ったっけ、関西だっけ、大阪だけ、なんかお土産って感じがするからいいんじゃない、あれはあ、京都にもあるのか、関西。え、レーズンって結構さダメな人多くない結構いるイメージ。レーズン苦手って話したら私もなんだよねみたいな言う人多い気がする。フルーツ苦手だけどレーズンはいける、なんでなんで、フルーツは好きなのよ大体どれも、レーズンだけはねそんななんだよね。
で、あとドライフルーツがね、そこまで。干し柿は好きだけど、干し柿は好きなんだけど、ドライフルーツ、でもドライフルーツが苦手な理由はね、レーズンとちょっと違う。ドライフルーツはなんかさ、普通のフルーツよりさ、ドライフルーツの方が酸味が強くなるじゃん。だからあんま好きじゃない。酸っぱくなっちゃうから。レーズンは酸っぱいわけじゃないんだけど、なんかね、好きじゃないんだよね、味が味があんまなんだよね。干し柿は好きだけど、干し柿は酸っぱくないし、味が好き。いちごドライフルーツあんま好きじゃないドライフルーツ全般あんまり。干し柿はいけるけど、ドライフルーツ酸っぱいじゃん、わかる？いちごも酸っぱくないフルーツグラノーラとかでさ入ってるけど、あんま好きじゃないんだよね。あのフルーツグラノーラは、フルーツグラノーラ言われたは、あのドライフルーツ以外のやつが好き。なんかかぼちゃの種とか入ってたりするじゃん、とか、あとなんか、なんていうのあれ、名前なんていうかわかんないけど、フルーツ以外のやつが好き。そう、普通のフルーツがいいね。いちごとかだったらドライフルーツじゃなくて。酸っぱいから、ドライフルーツは酸っぱいからあんま好きじゃない。普通の方が好き、普通のフルーツ。うん、ドライフルーツって言われた、あの干し柿とか干し芋はいけるは好きなんだけど、あ、そう、グラノーラだけだったら好きフルーツグラノーラのさ、フルーツ以外の部分はめっちゃ好きなの。でも出したらさ入ってくるじゃん、フルーツも。だからね、そう、コフレックも好きだよ、グラノーラとコフレック。なんかさ、フルーツグラノーラのさ、あの有名な、有名なってよく見るさ、カルビーの、カルビーだっけ、なんかあるじゃん、あれめっちゃ好きなの、グラノーラはそれめっちゃ好きなんだけど、フルーツ以外のやつは。なんかかぼちゃの種とかも入ってて、それも好きなんだけど、フルーツがあんまなんだよねフルーツ以外はめちゃくちゃ好きオートミールはね、私食べたことないからわかんない。グラノーラだけでいい。フルーツなし出てんのかな、わかんない。でもね、それしか食べたことがなくって、私フルグラ、そのカルビーどこのだっけ、あんまわかんないんだな。それしか食べたことがないのよ、他のやつ食べたことなくって。他のメーカーの家で買ってくるのが、家族が買ってくるのがそれだから。フルーツ出てこないな。フルーツグラノーラ、カルビーの、そう、これしか食べたことないの、カルビーのフルグラっていうやつ、いっぱい入ってるやつこれしか食べたことなくって、ね、これなんかね、いろいろ入ってるんだよね。どれだっけな、あ、なんかあるよ、これマイグラ
これもしかしたらあれじゃない？あの、え、押せないのこれ？あ、押せてた。下に出るのね。え、待って、これ私前からはオーツ麦とユンスの穀物を天に焼き上げたドライフルーツの人のグラノーラ。待って、私が好きなのあった。私が好きなのだけのやつあった。え、これじゃん、これ買えばいいんじゃん。私がね、あのお母さん買ってきてくれるのかな、いつも気づいたらあるんだけど、これ入ってるのがさ、いちご、りんご、パパイヤ、レーズン、かぼちゃの種なの。あの穀物以外、うん、トッピングってやつが、そう、これね、かぼちゃの種だけが好きなんだけど。え、いいのあるじゃん、このマイグラってやつじゃん。え、初めて知った、これじゃん。いや、普通に自分で買ったことなかったシリアルばっか食べてた。これだね、見かけたら買ってみようかな。あ、55分、嬉しい、このこれあるの知れて多分ずっと前からあるよね、きっと。見かけたら買ってみよう。じゃあランキング読もうかな。13位から読ます。13位ムムさん、ありがとうございます。12位中身さん、ありがとうございます。11位ユジャットマーク、強化が宇宙一可愛い愛してるよさん、ありがとうございます。10位ズーシミケンスーケさん、ありがとうございます。9位ラボーナさん、ありがとうございます。8位香港のあるマットマーク、いい推しの日さん、ありがとうございます。7位グランツアットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。6位カズアットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。5位ニャンホザさん、ありがとうございます。4位大野貴文さん、ありがとうございます。3位キヨナツアットマーク、京子さん今日も配信ありがとうさん、ありがとうございます。2位フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がヤスアットマーク、京子タムズさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。明日の配信時間いつか、明日も今日と一緒ぐらいかな、夜睡みます、いつも通りぐらいで。香ばしグラノーラもある、香ばし、あ、これ、うん、香ばしグラノーラ、なんか2種類ない、アーモンドとチョコクランチと、アーモンドとこがしキャラメルテイスト、チョコクランチの方が好きそう。ピンクがクラッシュアーモンドとチョコクランチとココナッツチップ、いいね。いや、フルーツ入ってない方がいいな。ちょっとさ、今度買いに行ってみる。あ、アーモンド&焦がしキャラメルの方はさ、かぼちゃの種が入ってるわ。かぼちゃの種好きなんだよね。かぼちゃの種好き。いや、でも、もうこれだけでも好きだよ、このさ、最初見たマイグラのやつ、もうこれだけみたいな、トッピング入ってないやつこれ、え、これ買おうかな、とりあえず見つけたら嬉しい、見つけてこれだ、私が好きなの。あ、ひまわりの種も好き。なんかあるよね、韓国のさ、お菓子でひまわりの種チョコかかってるやつ。私のさ、お父さんの妹、おばさん、確かしたらおばが韓国好きで、たまにね、行った時にお土産くれてそのね、お土産を買ってきてくれてたの、いつも。
ひまわりの種にチョコかかってるやつそれめっちゃ美味しいんだよね。でもかぼちゃの種もそんな感じの味いいじゃない、美味しいよね。絶対買おうこれ、マイグラ絶対買おう、よかった知れて。ハマ太郎みたい、種好きだからいや美味しいから、かぼちゃの種もひまわりの種も。そろそろ切れちゃうか。じゃあまた明日も、今日と同じぐらいの時間で、今日と同じかちょっともうちょい早いぐらい、22時半ぐらいでやるから、いつも通りぐらいかな。マイクラ配信、マイクラね、マイグラ、あ、マイクラかと思った、マイグラ配信考えたか、これね、このグラノーグラノーラのいや違う、じゃあ早速消えちゃうんで、ありがとうございました、おやすみなさい、また明日、バイバーイ、またね、おやすみ、ありがとうございました。